メニーご安息、牛見です。今年は例のあれの影響というか、まあ、私のデビューした時期がエイプリルフールからちょっと過ぎていたので、まあ、ネタとして触れきれなかったというか、まあ、ネタにできなかった南日本新聞のエイプリルフールネタが、まあ、今になって見つかったんですけど、まあ、ちょっとですね、新聞紙をちょっと使うために探してたら偶然見つけちゃったんですけど、まあ、その時、まあ、いろんなところでやっていたのかわからないのですが、これはですね、牛にぴったりのエイプリルフールネタだったので、まあ、今回そちらを紹介したいなと思います。まあもうあと数ヶ月で今年終わるんですけどね。そのゲームというのがこちらの携帯和牛育成ゲーム機和牛っちなんですけど、まあどこかで見たことあるというか、某なんとかっちみたいに、まあ育成したら、まあ、進化する先があるような話っぽいんですけど、このゲームは和牛品評会で A5 ランクを目指すために、まあ、育成する感じのゲームっぽいんですけど、このゲームの機能が全8種類で、上が睡眠タイム、トレーニング、食事、治療という、まあ、あっちでもよく見たことあるというか、まあそういう派生系でもよくあるモードなんですけど、下段がお掃除タイム、品評会、火山灰注意報、チェックメーターと、まあ一番上と下以外は見たことのない機能がついてますね。っていうか火山灰注意報って何なんですかね。まあちょっと一応説明が載ってるのでそれ見てほしいところなんですけど、まあというかですね、ポケットの中で和牛を育てるゲームというのは、まあ牛的にはわっで最高ですね。でまあこのゲームにはトレーニングというモードがあるんですけど、まあ、ゲーム機の中に歩数計機能がついていて、実際歩いて和牛ちと一緒に散歩して、まあ、育てるという機能があるみたいですね。でさらにこのゲームのキャラに激レア幻の和牛っちがいるみたいで、まあこれはいいですね。普通に欲しいですね。ただですね、エイプリルフールネタなので、まあ、発売することはないんですけどね。いやー悲しい。このエイプリルフールネタは2020年に鹿児島で全国和牛能力共進会が開催されるというのを紹介するの意味でやったと思うんですけど、まあご当地 YouTuber としては本当にこのゲームが出てくれたら嬉しいなと思うネタでした。もちろん和牛品評会というか、能力共進会も応援してます。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それでは今日も一日おやっとさ。星屑空いつでも